けど。まあいいや、そんなね、水瀬いのりも、参加しておりました。はい。プライベート大西生誕祭。はい。なんと、いのりくまねる。大西さおり。大西さおり。入れて入れて、主役主役。揃ってね。はい。いやー、エジソンの後のね。そう。みんなで、焼肉食べて、で、なんかさ、大西さん泣いたんだよね。泣いた。いや、日付が変わった瞬間にね、プレゼントをね、わーって渡したんですよ。そう。で、私は、大西さんと並んで座ってて、うん、で、前に、水瀬いのり書く前が座ってたの。うん。で、渡した瞬間に、私、大西氏が泣いてるって気づかなくて。そう、見えなかったんだよね、隣だから。横だったから。で、なんか二人が、何泣いてんのバカじゃないのとかって言ってるのを見て、え泣いてんのちょっと見せてっつって。でも、ちょっと引っ込んでた。引っ込んでたから、ちょ、もう一回泣いてって言って。いやさ、なんかフォトブックみたいなのもらって、うん、でね、その表紙がよ、みんなの写真の切り抜きとかを貼ってくれてて、もうなんかさ、そういうなんかこう手作り感満載のやつってなかなか最近もらわなくない、うん、ないないない。でしょ？なんか感動しちゃってさ。そうだね。で、しかもその後、かくましんち泊まりに行ったじゃん。はいはいはい。泊まりに行ったら、かくましんちが飾り付けしてあって。そう。ハッピーバースデーみたいな。ハッピーバースデーみたいになって。で、大西が一瞬トイレ行った瞬間にみんなでクラッカーを、用意して。そう。で、ガチャってトイレから出てきた瞬間にパーンって。あれ、マジで心臓一個飛び出たからね。ブルってなって。そう。ブルブルブルって。鳴らしたんだけど、うん、動画押さえてなかったから、ちょっと今のもう一回やってって。私やらされたんだよ、もう一回。そう。だってもう、ええよ、もう、入ってきていいよ、とか言って、雑に言われて、リアクションしなきゃ、リアクションしなきゃ、と思いながら。で、動画撮りながらね。いいってね。そう。やったりとか、あと話せることある？あと話せることも大体話せないことなんだけど。そうなんですよ。でもなんか、うん、パンツを、あ、そうね、私たち、どっかの通りすがりのコンビニで買おうみたいになってて、そんで寄ったんだよね、うん。そしたらなんか、サイズが M と L があったんだけど、M が1個しかなかったんですよ。そう。だから、もう2人で殴り合いするよりは、仲良く L を買おうって言って。いや、私 M、誕生日だから M でよかったじゃない？いやいや、関係ないですからもう。あとその時まだ誕生日になってなかったから。あ、そうか。あ、なってたか。なってたよ。なってたけど。まあいいんだ。うん。L を2人で買ったんですよ。なんか道連れにされて、L で。いやいや、いいでしょ。L を二人で買って。いや、私はね、嫌な予感はしてたよ。L2 個なんて、そんなもう、とんでもないことになるだろうと思ってたんだよ。でも、案の定、はい、ぶっかぶかのゆずゆずで、そうそうそう。で、もう、大西に関しては自分のパンツの上からそれを履いて、一回。やばくな、これ。やばくな、って。なんか、ファッショナブルになっててね。ファッショナブルになって、そのあたりから、みんな服着てなかったね。そうだね。基本的になんか。みんなってか、私と大西か。うん。ファッションショーしてたの。スタイリッシュだったね。いや、民族とかじゃない。もう。だから、パリコレだったよね。二人で下着姿でなんかこう。うん、こういう。なんかこういう写真が残ってる。こういうなんか、すっげえハイレグみたいな。なんかね、ユニクロの広告みたいな写真。プロレスラーパンツみたいなのね。そうだよね。履いてね。そう。キメッキメのやつで。うん、で、それにヘキヘキした水瀬いのりが、まあ寝るとかって言い出して、うん、寝かさないぜって言って、二人でその下着姿のまま、水瀬いのりの上に。仁王立ちして。仁王立ちして。水瀬いのりの頭をまたいで。ああ、あや寝るの、あや寝るな、ああ、あや寝るの、ああって言って。なんかさ、写真とか撮ったじゃん、いっぱい。100枚ぐらい撮ったよね。そう、楽しかったわ。楽しかったね。でもなんだったんだろうね。なんか夢の回だったよね。うん。でも私すごい